アダチョンケン TV をご覧の皆さん、こんにちは。アダチョンケン本部長の西矢原です。こんにちは、こんばんは。ドラム義塾塾長の今成秀樹です。さて、久しぶり。そうだね、撮影は久しぶりなんですけど、皆さんは動画がじゅんぐりじゅんぐりに出てるから、そうだ、あんま久しぶりじゃないかもしれないですけど、多分前回の動画長袖着てたね、2人多分そうでしょうね今半袖ね、夏ですかね。中 T シャツになって夏仕様になってますけれども、はい、今回はとうとう楽器を飛び越えて、スタンド、シンバルスタンドにまで話が及んでしまいました。なので今日は、シンバルスタンドの話をしたいと思います。シンバルスタンドですもう楽器を止めるだけの存在ですからね。そうだよね、うん、この子自体は音は出ませんので、うん、まあ逆に言うと今回の趣旨に一番合ってるとも言える。別に思想が必要ない。あ、そうね、音出さない、音出さないよね、うん、確かに。もう構造だけの話で済むんで、はいはいはい、でこの中をこうどれぐらいパーツの名前を皆さん知っているかと、下まで行くとこうですな、はいはい、足があって、ね、胴体部分があって、まあ、物により腕があって、うん、頭がついてる、はいはい、いうんで、ここまず、うん、この首から上の部分をティルターと言いますね、はあ、ティルター、まあ日本語風に言うとチルターなのかな、チルト、チルトって、チルト、ティルト、傾くってことですね、はあはあ、だからこうシンバルのスタンドを置いたけど、はいはい、おいしょっと置いた時にもうちょっとこう傾けてなっていうのができると、ね、はいはい、ってことは以前のスタンドはチルトしなかったってことですね。そうか、乗せっぱってことだよね、うん、多分水平の本当にシンバルをこうお皿みたいにまっすぐこう乗せておしまいだったんだろうね、うん、ほうほうほう。だからもうネジがてっぺんに切ってある鉄の棒に足がついてるだけだったんで、はいはい、昔も水平専門、うんうん、でこれに首にネジつけてこう傾くっていう、はいはい、いう構造ができたので、この部分をティルターって呼ぶんだと思うんですけど、はは、ここもだからまあ各社様々ですよね、この、うんうん、シンバルを止めるっていうのもすごい難しくって、止めたいんだけど揺らしたいから、うん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 、間に挟むものがこっちはウレタンなのか、あのゴムスポンジみたいなものだったり、うんうん、まあ一番多いのはこのフェルトですよ ね、フェルトが一番こう柔らかいんだけど、うんうん、フェルトで挟んで止める、でフェルトがどうしても触れちゃうんで、うん、触れてる面によってそのフェルトも各社いろいろ工夫してて、うん、触れるとミュートにもなっちゃうから、そうね、ミュート感がちょうどいいように、はい、触れないようにって以前某 P 社が作ってたの、はいはい、ハットスタンドのあの、うんうん、止めるやつとかもあったけど、はいはい、ゴムで極力こうすり鉢状にして、ね、シンバルに触れてるとこも先端だけにしても触んないみたいな、ね、狭くしてね、うん、っていうのもあったりしたけど、それはそれでやっぱりこう触れてフェルトに慣れてる人からすると不自然なのよね、うん、そう、すごいカツカツ言っちゃって、うん、あまりにも響くとか、うん、で、メーカーいろいろ工夫してこういうなんだよね、ゴムのスポンジみたいなの、ね、うん、これも面白い揺れをするんだけど、結局でもやっぱりフェルトに戻るのよねなんだかんだ言って試してみたけどね、うん、そうそう、最近タマが出したあのフェルトのてっぺんにちっちゃい、なんていうか細い線のフェルトくっつけて、はあ、接触面積が少ない面、はあ、こっちは面で触る面っていうのを選べるやつとか、はいはい、そういうのもある。ああ、そうだ、ね、面白いよね、考えるね、考えるね。でこのネジの締め具合でこうシンバルの揺れが調整できたりとか、うんうん、あと近年のだとこれもまあまあ革命ですよ、ね、そうだね、回さないでもう止まっちゃう、ね、つまんでもうその場に止めちゃう、ね、だからちょっと緩くしたりするとシンバルが多く揺れるし、なんならこうなってるのを逆さまにつけるとめちゃくちゃ抑え込める、ギュッとするともう揺れない、まああんまり揺れないでもよくないですけど、うんうん、あのシンバル壊れちゃう、ね、もちろん、っていうのがここ、はいはい、ティルター部分ですね、はい、でこの首がくっついてるこの腕があったりなかったり、旧来はこのないんですね。そうだよね、さっき言ってた、うん、棒にネジがついてて、そこにこう乗せてるだけの時代は多分首がないんだよね、うん、いわゆるストレートスタンドっていうのしかなかったのが多分70年代半ばぐらいまでかな、うん、結局だからドラムセットが多点化とか、うんうん、あとシンバルも枚数が増えてった時代にやっぱりこれでずっと置くと足元がまあそうよね、
ちょちょちょ邪魔だよってなるし、うん、でタムも同時期に増えてってるんで、タムとシンバルとやりくりして、しかもちょっと遠目からじゃないとドラムセットの中にシンバルが置けないじゃん、うん、ちょっと遠くなっちゃうよって時にこいつが出てきたと。そうそうそうね、ブームスタンドって言うんですよ、はい、だからまあ今で言うとストレートスタンドとブームスタンドっていうので、はい、あの各社作ってますかね。ブームスタンド、アームがあるわけです、はい、ブームアームが、うん、アームを伸ばすことはこう ブームと、はいはい、いうことですね。こうなってる。これでシンバルスタンドがいる位置とシンバルがいる位置を結構こうなんていうの、衛星のように遠巻きに、うんうんうん、距離取れるんだよね、うん、距離が取れるというのが売りですね、うんうん、はい、今やブームのが一般的なのかな、かもね。スタジオ入っても、うん、もうブームスタンドじゃないことのが珍しくなっちゃったもんね、うんうんうん、まあ嫌だったらシンバルスタンド自体下げれば、まあ、あ、まあね、どこにでも置けるんで、うん、まあブームがあった方が便利っていうのは確かにその通りなんだけど、まあ、ね、まあ、この後いろんな機種ご紹介するけれども、じゃあなんでストレートがあるかっていうと、ストレートなりのまあ良さもあったりして、うんうん、なのでストレートも存在すると。でももう基本的にはこのブームスタンドの構造を知ってれば、うん、まあ全然間違いないでしょう。今もう作ってるメーカーっておおよそそうなんだけど、ブームが邪魔になる時があると、はいはいはい、唯一欠点としてはスタンドここで、シンバル本当はここでいいのに、うんうん、こっちになっちゃう。どんなに近づけてもよいしょ、そうだよ、上げたよ、ね、はい、これここに置きたいのちょっとずれちゃうじゃん、うんうん、この気持ち悪さ、あと、ね、ここに近づけておくと無駄にこっちにすげえブームが出るんです。そう出んのよね、これも気持ち悪いよね、うん、あ、僕もでも最初に買ったドラムセットは全部ブームにしてたんで、しかもラックだったんですよ、うんうん、はいはいはい、パールのこういうラック組んで、 そっからこうやってブームスタンド伸ばしてる、こんなジャングルみたいな中に住んでたんですけど、うんうん、その時にこれだとやっぱね、かっこ悪いんですよ。あー、そっか、お尻が長すぎるのね。そう、何これ無駄じゃんみたいな感じになるんで、やっぱり美学的にはですよ、この辺が見た目いいなと。そう ねバランス的にはね、うん、何の音楽的な意味はないんだけども単純に見た目としてやっぱ、ま、この辺に来るとかっこいいと、うんうんうん、でブームなのにこう調整して、うん、ちょっと位置を変えてったりもう意味わかんないよね、遠くしちゃってそうそうそう、もうちょっと近いなっつって、こう俺がね無駄な気がして、だったらここに置いてですよ、はいはい、これストレートでいいじゃん、うんうん、いうのを解消するために、じゃあストレートにもできるようにしちゃいましょうと、はい、本体内にそうねアームが収納できる、はい、するとまあ疑似ストレートとしても使えると、ね、はい、まあこれは便利ですよ当然、ね、これで全部解決ですよ、はいはい、素晴らしいね、両方できちゃって、ね、両方できちゃう、ね、そうそう、もう何だもう何でも来いですよ、ね、まあその分なんだかえらいいかついくせにまっすぐ伸びてるっていう無駄はね、見てください、これ見てください、ただの棒だけど、ただの棒ね、これの方が潔いっちゃ潔いですよ、まあ、そうだね、これももうだからブームをやらないって決めたらこれでいいけどね、そう最初の決心が、ね、そうだよねあのペダルの時と一緒でもうシングルジェ、まあ、そうだね、これしかいらない、うん、かもっといろんなカムの形変えたり、うん、なんだりかんだり試したいよっていうんだったら絶対こっちの方がいい、そうだね、うん、あとはセッティングにいっぱいいろんなシンバルがついてる、はいはい、って人は絶対こっちじゃないと実現できないセッティングがあるから、うん、すごい高いところに自分寄りにこうやってシンバル置きたいとか、そうだね、昔西さんそうだったよ、あ、そうですね、写真とかまだ残ってる、あの頃のすごかったよ、残ってるかもね、もライブ見に行ってびっくりする、そうそう、この辺にライドがある、そうそう、超高いところにね、タムの上にねライドを乗せたかったから、それどう考えてもこいつじゃ無理なんですよ、そうだよね、下にタムあるわけだから、そうそう、でも下に置かなきゃいけないからね、タムがある遠くからこう、そう、アームを伸ばして、ね、してね、シンバルを置くとかいうのは、そうそう、つけてましたね。そういう発想の人は絶対ブームじゃないと、そうそう、うん、できない。今でも多分一本も使ってない。で下半身に移ると今度この子ですね。うんうんうん。これが日本のカタログだと多分シングルレッグとか、はいはいね、シングルレッグ、ダブルレッグとか言うと思うんですけど、はいはい、ダブルレッグってさ、レッグがダブルってことじゃん。はい、で確かに正しくはブレイス、補強だよね。はいはいはい、補強板が何枚ありますかって、これシングルブレイスって呼ぶのが多分、あ、ブレイスが正しい、うん。多分正しかったと思う。まあシングルレッグで通じるけど。はいはいはい、あとさ、なんで3本なのか知ってる？
3本ってさ、うん、俺の中の感覚だとやっぱ4本ってバランス取るの難しいんだよね。で3はどうしたって3点でバランス取って、あの傾いてたにしてもあの立てるからだよね、うん、正解ね。4点だとどうしてもどっか浮いちゃったりするからね。そうそうそう、あのテーブルと一緒よね。そう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 、喫茶店でさカタカタするテーブルに着くの厚紙もらえますみたいな感じで痛くなるやつでしょそうそう、すごいね。だから三脚っていうかこの3本ってね、うんうん、もう黄金のあれです ねパーフェクトな形ですね。3本ってないもん、うん、それがシングルレッグ、シングルブレイス、そう、こっちがダブルっていう、ダブルブレイス、いかついね、すごいよね。まあ見た目通りこの方が安定はしますよ ね下半身に重さがあるんで。そうね、重さもあるしね、上にこう打撃が入った時も安定してると、うんうん、確かに そうなんです。それに応じて大体こうゴム先の大きさもちょっと変わってきたりするし、うん、これでかいわ、こっちの方がやっぱり地面を、ね、食いつくような感じっていうのがあって、うんうんうん、こっちやっぱちょっとでもこれも実用上は ね十分全然文句ないけど、一体この先に何を置くんだってぐらいの確かにねえ、かなりでかい、うん、そうか、やっぱ上下でバランス取れてないと、はいはいはい、そうだね、確かにそういうことか、うん、はいはい、なんか、なんていうの、強くすればするほど安定はするんでいいんですけど、これあの一生お部屋に置いとくならいいんですけどね。そうですね、うん、お引越しをするんで持ってくときにこれ重いんですよ。重いですよ、本当にね。こっちブームだけど多分こっちの方が重いと思う。そうかもね、うん、うんうん、ぐらい重い。そうね。あ、あとさっきの一番最初に出てきたティルター、うんうん、これも確実なこの緩合力っていうのかな、噛み合わせる、うんうん、あの力を考えるとギアのが断然確実なんですよ。はいはい、まああの古い技術でいうと特に、うんうん、特にこうあとこういうシンプルな作りのシンバルスタンドだと、うんうんうん、ギアの方が断然確実、こう歯車がこうね噛み合ってる状態のやつね、はい、ただしこれってこことここの間に置きたいっていうちょっとこう、ね、微妙なね、神経細かい方がもう私もそうですけれどもいらっしゃるとここじゃなくて この間がっていうのはこれですね。そう、これも無段階ね、これね素晴らしい。そうなんです。まあそのためにまた技術を使わないと、うん、ギアに対する噛み合わせ力に足りないと、うんうん、昔のはよくトゥルンってなったもんね。なったねそうそう、叩いてるとカカンってなったりしてたけど、そうそうなっちゃうんだけど、うん、これ最近のやっぱいいっすよ。そうだ、よくできてるよね、うん、本当にこの金属の板を複数組み合わせてこう車のクラッチみたいな構造かな。ほうほうほう。で脇から締めてった時にもう力が強く噛み合わせられるという技術ですね、うん、素晴らしい、ね、これはもうほぼ多分ほら絶対動かない、動かないよね、うん、すごいよな、うん、昔のほんとブンって言ったよねで、あの下手ってくれば来るほどブンってなったでしょ。で、ここをすっげーやたら締めるようになって、そうそう、最後ねじ切っちゃう、そう、ダメになっちゃうっていうオチがありましたけどね。その点まあギアの方が安心ですね。まあね、そうだから練習スタジオとかにあるのもギアの方が多いもんね。ああ、そうだね、うん、うん、これがだから滑らかに無段階に動く、しかも固定したいっていうのはやっぱ相反する要素なんで、どうしても難しくなっちゃう、うんね、うん、まあこれぐらいの名称とあの機能を知っていれば、うん、まあシンバルスタンドのことは知っていると言えるぐらいのレベルでしょうか、うんね、あとあれだ、ためになること言おう、あのどこのスタジオに行っても、うん、気をつけてほしいんだけど、ここを締める力ってすげえ少なくていいですからね。はい、これで止まりますから、うん、もうみんなね、ねじ切るまで締める人いるの。 うちのスタジオはやっぱりあの受講生の方しか使わないから、うん、あとインストラクターがあの調整するようにもしてるんで問題ないですけど、よく街のスタジオでここはカランカランカランって回っちゃうのがあるけど、はいはい、ダメですよ。ここはもうね、こうスッと降りていくのが止まる程度で十分です。そうで、ここの上に何かあの乗るわけじゃないですからね、人が、うんうん、絶対落ちないので、もう軽くもうスッと指先で締める程度でいいです。はい、大事 ね、すぐ壊れますからねはい、はい、とりあえずじゃあシンバルスタンドのもう棒がいっぱいシンバルスタンドの今回はいろいろ名称やら、機能やらを、紹介しました。この次はじゃあ、それぞれのまあ特徴だったりとか、あっちにすごいやばいの置いてますからね、やばいの出てきます、いろんな特色だったりとか、うん、ね、をちょっと説明していきたいなと思います。